中年オタッキーです、今日の企画はね、まあ、前回登場したこのヤシカハーフ17、よいしょ、ニコン F2、 こいつをね対決させるというちょっと無謀な企画なんですが、まあ、ヤシカハーフ17はね前回、動画にしたように超微粒子フィルムのファントム8で撮影したんですね。で、ハーフカメラですから、どうしてもフォーマットがちっちゃいので、粒子が出やすくなる。まあ、画質が落ちやすいということで、当然ですけどね、まあ、フィルムのサイズは半分しかないわけなんで、で、そのカメラで超微粒子フィルムを使うと、フルサイズのね、ニコン F2 と戦えるようになるかというね、まあ、そういうね、企画なんですね。まあ、ハーフカメラということで、フィルムの枚数が倍取れますから、まあ、みんなハーフカメラでね、フィルム代を節約したいっていうのは絶対あると思うんですよ。で、同じぐらいの写真が撮れるんだったらね、それに越したことはねえじゃんって話なんですね。で、今日の動画はそんな感じでやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回のね、動画で使うこのヤシカハーフ17です。使ったフィルムはロモグラフィーのファントム8超微粒子低感度フィルムなんですね。流浄感がほとんど出ないと、まあ、フルサイズでの話ですけど、で、ハーフサイズにしてもそんなには出ないだろうと。で、流浄感が出ないということは解像感が上がるという考えなんです。まあ、単純明快な考え方ですね。で、対抗するのはこのニコン F2 ですが、フィルムはね、コダックの TMAX100。まあ、TMAX100 も名前の通り T 粒子を採用しておりますので、100の割には超微粒子ということですね。この超微粒子の TMAX100 でニコン F2 で撮ったね、50mm の単焦点で撮った写真と、このロモグラフィーのね、ファントム8で撮ったこのハーフカメラの写真なんですけど、まあ、レンズはね、これ、ヤシカということでね、富岡光学が製造したレンズになっております。まあ、富岡光学と日本光学の、まあ、勝負なんですけども、まあ、富岡光学はね、以前の動画でもお話ししましたが、富岡康吉さんが、創業した会社になるんですけども、彼はニコン出身なんですね。戦前の話ですけども、ニコンに在籍しておった技術者なんですね。で、ニコンで在籍していた技術者が作った会社だから、ニコンのレンズを上回るわけがないと、そういうことを考え考える方もいらっしゃいますが、富岡さんはね、戦前にドイツを訪問してカール・ツァイスと技術提携したという、ね、話なんですね。まあ、これはっきり出どころははっきりしてないんですけど、どうやらそのようだということで、で、レンズはね、基本的に、まあ、設計通りの性能を出せばね、どのメーカーの設計でも大体結構な性能を出してくるんですかね。まあ、これがね、レンズメーカーとしてのね、能力ということになるんですけども、まあ、例えばね、よく聞く話が、ヤシカじゃなくて、リコーね。リコーのカメラのレンズを富岡が製造している。リコーが設計して富岡が製造って話をよく聞くんですけど、いや別にリコーが設計したんだったらどこが製造してもいいんじゃんっていう考え方がね、あると思うんですが、全然そうじゃないんですね。リコーがまず設計しますよね。で、なんか知らないメーカーに出したとするじゃないですか。だから設計通りにどのぐらいのね、パーセンテージで作れるか、どのぐらいの性能を引き出せるかっていうのが変わってくるわけなんですね。よそに出したら 80% ぐらいの性能が出ないけど、富岡に出したら 95% の性能が出せるよとか、まあそういう話になってくるわけですね。最近のカメラで言ったら、ニコン Z シリーズのレンズのね、MTF 値の話が話題になりました。MTF 値っていうのはね、まあレンズの性能を表す数値なんですが、これはあくまで設計段階の話でね、これが製造されたレンズがその MTF 値をそのまま性能を発揮できるとは限らないんですね。これがレンズ製造メーカーの能力で変わってくるわけなんですよ。で、今回ね、この、ヤシカのね、ヤシカハーフ17に使ってある、ヤシノン 3.2cm、F1.7 という
ベントで、まあ、富岡工学が製造したということで、かなり設計通りの製造にはなっていると思います。で、当然対抗するニコンのレンズ、まあ、オールドレンズではありますが、50mmF1.4、このレンズはね、背景ボケはね、あんまり綺麗ではないんですけど、解像度に関してはもう申し分ないレンズなんですね。で、今回はこの、2台で解像度対決ということになっていくわけなんですね。で、ここからはね、作例を紹介していくんですけど、1枚目が F2 で、2枚目がヤシカハーフ17で撮影した写真になってまいります。もう特に文字とかは入れないで、これ覚えてください。1枚目がニコン F、 2枚目がヤシカハーフ17ということで、ここから作例を紹介してまいります。はい、ここからは作例です。まず1枚目出ておりますが、ニコン F2 プラス TMAX100 で、2枚目がヤシカハーフ17プラスファントム8ですけどね、やはり解像感は若干落ちてるような気がしますね。で、2枚目の方なんですけども、これは単純にピントが来てなかったかな。露出もちょっとおかしい感じですかね。で、3枚目の方ね、コダック TMAX でニコン F2 かなり生めかしい写りになっております。で、これはヤシカハーフ17ですが、快調も落ちておりますし、やはり解像化もちょっと弱いかなと。で、この写真ですね、このテーブルの写真、スターバックスのテーブル写真ですけど、もうこれは完全に露出が狂っておりますね。これ EE で撮影したんですけどもね、ヤシカハーフ17は。で、最後の写真かな、これが、水道の蛇口の写真なんですけども、これは結構頑張ってるけど、やはりやや負けてるかなという感じですかね。ピントがちょっと来てなかったかもしれないですが、で、今回ね、この比較をした、作品、比較しましたがね、まあさすがにね、カメラの基本性能がまず雲泥の差なんですね。当然といえば当然なんですけど、まあニコンのフラッグシップカメラとヤシカのね、普及カメラのね、カメラの基本性能がトントンだったら、そらこれバカ売れしますよ。まあ、カメラの基本性能はね、どうしようもないところではあるんですがね、まあレンズのね、性能ということで、まあハーフカメラにしてはまあ頑張ったかなという感じにはなるんですけども、まあどうしてもゾーンフォーカスということでジャスピンが来にくいということと、やはりね、フォーマットが半分ということで、快調性は弱いと。まあそんな感じなんですかね。まあ、ファントム8なんで、快調は比較的、出にくいね、フィルムにはなるんですけども、それにしてもね、ちょっと差が大きかったと思います。結局のところはね、まあ、フルサイズには勝てないということになってくるんですね。これ、ハーフカメラでね、フルサイズ並みの写真もしかしたら撮れるかなと、ちょっとだけ思ってたんですが、まあ、厳しいところですね。まあ、これでね、ISO8 のフィルムでも、100の TMAX に勝てなかったということで、まあ、ハーフカメラはやはりね、それなりの写真しか撮れないということにはなるんですが、ただね、枚数たくさん撮れる、で、工夫次第では、いろんな作品にチャレンジできるという意味では、ハーフカメラの存在意義は十分にあるんだと思います。まあ、あの粒子がね、大きいフィルムはね、やはり避ける、これはもう当然のことであります。例えばね、あの ISO400 のフィルムとか800のフィルムをハーフカメラに入れるのはちょっとまあ厳しいかなと、できればね、100以下のね、超微粒子フィルムで、ね、楽しみ方がいいと思います。で、まあ、フラッグシップカメラとか一眼レフカメラ、フルサイズの一眼レフカメラと違って、気軽に楽しめるという意味ではね、ハーフカメラはいいんだと思いますね。たくさん撮れますので、まあ、あのストレスになりません。まずね、もうあの36枚撮りでね、現像まで入れるとね、3000円とか4000円とかになってくる。リバーサルとか特にそうだと思うんですが、まあ、たくさん撮れるんでね、気軽に撮れるという意味ではハーフカメラ本当にいいと思うんですよね。ただ僕の場合はね、ハーフカメラ結構マイナスに作用してるんです。まあ、なんでかっていうとね、気合い撮ってるといつまで経っても終わらないんでね、もうとりあえず撮っちゃえって言って適当に撮ってしまうんでね、打作を大量に生産するんですね。多分これ似たような悩みを持ってる人はね、多いと思うんです。まあ、長いことかけて
フィルム1本取り切ったらいいやっていうね、ノリの使い方でもいいのかもしれませんね。まあ普段からバシバシ撮ってる人にとってはハンカメラ本当にいいんでしょうけどね、まあのんびり撮るのも良しということですね。まあのんびり撮るんだったらフルサイズでもまあいいかなとは思いますけどね。はい、今日はこんな感じでね、まあ半年間をかけて頑張ってやってきた企画で、まあ仕上がりは全体的にいまいっぱだったんですが、まあやっぱりフルサイズには勝てないと、いう結果が出ました。これはしょうがないですね、勝てるわけがないということでね。まあ皆様納得していただけましたでしょうか。今日の動画はね、こんな感じでね、ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿トップバッター山田くさんです。お疲れ様です。中年オタキさん、山田くです。今回も過去ピ、写真ですが、奥秩父の耳根神社へ行った際に撮ったものです。ま、霧が一面を覆い尽くしててとても神秘的でした。ご利益ご利益ということですね。タイトル霧の参道、カメラペンタックス MX、 レンズペンタックス M50mmF1.7、フィルムコダックカラープラス200ということで2枚組写真になりますね。で作品なんですけどね、わざとね奥行きのある場所でね霧の情景を撮っているということで非常にいい雰囲気になっております。もうこれ2枚ともがね狙い通り、ですね、奥の方が霧で煙って、まあ、見えにくくなっているということでね、霧の写真ね私あんまり得意じゃないんですけどよく撮れてると思います。山田さんありがとうございます。次はねガメラさんの作品。おたきさんこんにちは。久々に視聴者の作品に投稿します。2枚組です。タイトルアンブレラ、撮影機材コシナ CX2、 使用フィルムコダックカラープラス200、ロム LCA のベースになったと言われるコシナのコンパクトカメラです。スイングするレンズカバーが特徴的でおしゃれなカメラですよ。被写体は近くの公園の階段に色とりどりのビニール傘を吊る人アートオブジェです。時間や日差しの具合でいろんな表情を見せるので何日か時間変えて通いましたよということで、ね、作品なんですけどこれがなかなか美しい。これ時間帯によってということでややね、夕暮れか朝方の時間ね、光の温度がちょっと上がる時間に、撮っておるみたいですが、非常にね雰囲気、2枚目の方は日中かな、非常に雰囲気のある写真になっておりますね。青い、空に青いパラソルが非常に映えてると思います。美しい作品だと思いますが皆さんありがとうございます。次はね津山ののりさんですね。おたきさんお疲れ様です。全国でもここ中山神社にしかない狛犬ならぬ狛猿を全国の皆さんに紹介したくて、前回と同じく EOS5 に EF35135 をつけてプログラム撮影したものを再度投稿してみます。タイトルは、1枚目、コマザルオス、2枚目コマザルメスでお願いします。空爆の目標になりやすいと取り壊された津山城の遺構もたくさんあり、機会があれば皆様ぜひ津山までということですね。で作品なんですけどね、これがなかなか被写体として強いですね。これね、2枚とも、これ2枚組写真でもいいと思うんですがね、もっとたくさんあればね、組写真にしても面白いと思います。で、光の状態なんですがね、どちらもね、やや反逆光気味。まあ、1枚目はね、やや順光。で、2枚目は完全反逆光ということでね、光をね、上手に使って立体感を出した、写真ができていると思います。津山さん、ありがとう、津山ののりさん、ありがとうございます。次はね、キャラブキさんの作品。2枚ですね。お疲れ様です。またも紅葉ですが、今回も2枚よろしくお願いします。1枚目、題名、タイトル、雨のち晴れ。カメラ、ニコン D300、レンズ、AI ニッコール 50mmF1.4、2枚目、渓谷の紅葉。カメラ、富士フィルム X+3、レンズ、XF35mmF2、よろしくお願いします。ということで、ね、作品なんですけど、1枚目の方なんですけどね、1枚目はね、D300 にしてはやや改造感がないような気がするが、これ開放かな、もしかしたら、開放付近で撮ったのかな、もうちょっと
シャープさ出ると思うんですが、背景ボケはまあ、ニコンの 50mm らしい感じですね。で、2枚目の方なんですけどね、非常に美しく映っております。こちらはもう解像感はバッチリ。まあ、富士のね、カメラはね、解像感出やすい、カメラであると思いますがね、手前にね、前ボケも入ってて美しい写真になっております。キャラボケさん、ありがとうございます。最後、アリアさんの作品ですね。中年オタッキーさん、こんにちは。今日もお仕事お疲れ様です。作品投稿のコーナーに応募します。タイトル、初めてのフィルムカメラです。使用カメラはコンタクスアリア、レンズカールツアイスプラナ 50mmF1.4、フィルムコダックポートラ160です。友達がおじいちゃんからオリンパストリップ35というフィルムカメラをもらったと聞き、一緒に放課後写真を撮りに行きました。トリップ35はシャッター音もほとんどなくて、本当に撮れてるのと終始不安な友達ですが、その手軽さと可愛さに喜んでました。最近 JK の間でもフィルムカメラが徐々に流行り始めていますが、現像代が高すぎてやめる人も多いです。なんとかならないものかなということなんですが、もう JK は僕が現像してあげましょうか。そういうわけにはいかないんだろうけど、まあ、モノクロでね、自家現像すればね、現像代はかなり抑えられるんですが、まあ女子高生に自家現像っていうのも難しい話なんですが、とりあえず作品です。で、作品がこれが素晴らしいんですね。これね、もうね、写真のツボをね、全部押さえてありますね。まずね、光の境界線で撮ってますね。で、構図が大胆で素晴らしい。被写体が強い。三つとも、揃ってますね。今回ね、もう、作品投稿のコーナー、全員がものすごいハイレベルだったんですけど、ちょっと抜けてます。アリアさん、投稿写真ありがとうございました。タイトル画面にさせていただきます。はい、こんな感じで、ちょっと、今回のね、作品投稿、ほんとレベル高かったんですけど、最後にドーンと来ましたね。これ本当狙って撮ってるんだということが見えます。光の境界線でね、強い被写体を撮る。これにはちょっと勝てないかな。まあ、おっさんなんでね、JK がっていうか、僕の動画を見てる人はみんなおっさんなんで、多分 JK みんな好きなんで納得していただけると思うんですけどね。まあそんなわけでね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラはね、ぼちぼちぼくちゃんさんからですね。中年オタッキーさんはぼちぼちぼくちゃんと申します。還暦すぎのジジイです。いつも楽しく動画を拝見させていただいています。先日は東京遠征お疲れ様でした。さて、初めて俺のカメラコーナーに投稿させていただきます。カメラキャノン AE1 です。実は父のカメラでした。もう35年くらい前の昔のことで恐縮ですが、このカメラに助けられた話をします。親友から結婚式の写真撮影を頼まれ、当時自分が使っていたキャノン F1 に、3パックのストロボをつけて準備し、予備に父からストロボ付きの AE1 を借りて式場に行きました。撮影しようとカメラの準備をしてシャッターを切りますが、ストロボが発光しません。焦りました。ストロボ自体は発光しますが、同調してないです。やむを得ず予備で持ってきた AE1 のみで最後まで撮影し、撮った写真をアルバムにして友人に渡し喜んでもらいましたが、後に F1 を修理に出すと水銀電池を入れたままにしていると、電池からガスが出た際に回路がダメになるという話を聞きました。前日にテストした時はたまたまうまく同調していたのでしょう。父が他界してもう20年になりますが、この AE1 は私が受け継いで大事に使っています。このカメラを手に取るたびこのことを思い出します。恥ずかしい昔話で申し訳ありません。コーナーの趣旨に合わなければボツにしてください。いや、全然合いますよ。このコーナーハンドルネームを出していただくの構いませんということですね。これね、思い入れのあるカメラということで、お父さんからね、譲り受けたカメラということですけど、まあ、後ろのね、キャノン F1 のね、ワインダー付きも大概すごいんですが、思い出のカメラということでね、F1 の、まあ、サブカメラとして持っていった AE1 の活躍で難を逃れたという、まあ、プロカメラマンみたいな、まあ、ノリになっておりますがね、本当予備があってよかったなということですね。現在ではね、もうデジタルの時代になりましたんで、まあ、フラッシュが発光しなくても ISO 感度が上がれば、まあなんとか撮れるわっていう、残るだけは残るっていうことになるんですけど、当時はね、もうフラッシュが光らなかったらもうお手上げだというね、まあ場内のね写真なんでね、30分の1 F1.4 とかで、まあ、撮ることになるんで、もうちょっとでも動いたらブレブレになっちゃうということで、ね、そんな感じなんですが、
まあ、なかなかいいエピソードだったと思います。ぼちぼちぼくちゃんさん、ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになってまいります。やったーやっちまったのコーナー、今日はね、チムニーさんのやったーやっちまった、どっちだろう。お疲れ様のチムニーです。やったーやっちまったコーナーに投稿します。やっちまった方になりますやっちまったんですね。某フリマサイトで某 和製ズミクロン XR リケノン 50mmF2 初期型をポチったつもりが、届いたものを見ると最短撮影距離が 60cm となってて、初期型の 45cm じゃないことに気づき、よくよく見たら名板にリケノン 50mmF2 との記載、 XR が付いてないリケノンのレンズでした。調べてみてもあまり情報がなく、富岡光学製造なのかどうなのか微妙な感じです。どなたか詳細をご存知の方いらっしゃいますかね。その後ちゃんと XR リケノン 50mmF2 初期型を入手しましたが、酔っ払ってポチるとろくなことないです。まあ僕も以前動画にしましたけどね。とりあえず XR の有無であまり参考にならない比較作例を撮ってみました。各1枚目が XR 付き、2枚目が XR なしになります。カメラペンタックス KX でフィルムフォトスフィルム400です。それではよろしくお願いしますということですね。わざわざね、作例を送っていただいたんですがね、周辺部が落ちる感じかな。真ん中の解像度はそこまで差がないような気がしますね。周辺部はちょっと、もしかしたらね、設計は同じなのかもしれませんね。今日ちょっとレンズの話しましたけど、まあちょっと分解してみなきゃ分かんないんですが、設計が同じで、製造メーカーが違うという可能性はあります。まあそんな感じでね、まあ最後の最後にね出てきましたけど、レンズのね設計通りに製造できるメーカーっていうのはなかなかねないんですね。これがね、完璧にできるメーカーっていうのを、まあカメラメーカーとしては望むところなんですね。現状でレンズを自社で製造しているカメラメーカーはないわけなんで、レンズ委託先がねいかに正確に製造するか、コストをかけてね、だから、まあ、精度が出てるレンズっていうのは価格は自動的に高くなっていくものになるんですけどね、安いレンズっていうのはどうしたっていい加減な作り方になっていくのと、まあ、ここで性能の差が出てくるわけですね。はい、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。ちょっと喉の調子が悪くて最後までガラガラ声です、すみませんでした。でね、俺のカメラのコーナー、やったやっちまったのコーナーね、どちらも、投稿者がもういなくなっておりますので、ぜひぜひ投稿お願いします。はい、また作品投稿のコーナーもね、あまり投稿が来なくなるような状況になりつつありますので、ぜひぜひ投稿してくだされば助かります。はい、今日の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。